どうも、エルザレットです。それでは、アッシュと魔法の筆やっていきましょう。今回こちらのソフトは PS4 ですね。のソフトをやっていきたいなと思います。で、どういったゲームかっていうと、まあ、いじめられっ子の主人公が、その魔法の筆で絵を描くことによって、どんどん街を救うというところになりますね。で、まだ全くテストをしてないので、操作方法はちょっとわかんないところなんですが、まあ、PS4 なんですけど、コントローラーのモーションセンサーを使ってやるというようなところとなります。まあまあまあ、とにかくね、やっていきましょうかね。あ、3つ用意できるんだね。そしたら、新しく始めると。なんかチョークで描いたような絵がね、いくつかあったね。いやー、にしてもだいぶ錆びれてるね。デンスか。はあ、まあ、なんか世界観はだいぶ暗めな感じなのかな。さあ、こちらが主人公のアッシュですかね。もともと絵を描くのが多分大好きな主人公なんですよね。いや、十分絵うまいよね。アッシュ、ママとパパ、今夜遅くなるから何か食べておいで。ママと。それから、デンスには立ち入り禁止。あそこは危ないからに絶対よ、と。デンスか。さっきの書いてあったところだね。そうだね、絵を描くっていうところで言うと全く僕は絵の才能はないのでまあでも絵のタッチが綺麗だね、このゲームね。いや、いいな。おっと、気をつけろよ。おじちゃん、ごめんね。よし、いい子だ、帰るぞ。お、なんかだいぶ黒い気持ち悪いのがいるけど。あ、今描いてたの昔の感じなんでね。ああ、マジか、早速描くのか。ああ、すごいすごい。モーションセンサーめっちゃ動く。おお、すげえ。チュートリアルね。まず、ペイントチュートリアル。三角を押して、筆の位置をリセットします。はいはい。はい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 。で、コントロールをゆっくり傾けて、ターゲットに近づけよう。はいはい。あ、これちょっと、そういう感じか。はあ、なるほどね。はいはい。まあこの辺りはスラで慣れてるのもあるからまだいいね。さあ次のページいきますか。これ面白いな。色を塗ってあげるよ。さあ R2 で塗ると、あ、もうこんな感じでいいのかな。すごい。待って、すっごい幼稚園児の絵みたいな感じになってる。
や、これ難しいぞ。こういう時はね、多分ちょい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 って。ちなみに左のページはいけないね。右側だけだね。こいつは黄金色だ。お、やっぱ黄色。さあ次はちょっとね、外側から。いいじゃん。いいのか。うん、こんな感じにしとこう。あー、でもなんか塗っときたいな。こんな感じで虎柄だね。これは青にしよう。青か。そのうちこのこう薄い感じも出てくるのかな、塗ってる感じはね。よし、完璧だね。結構同じ色っていうかね。あ、むずけー。モーションセンサー欲しい。これちゃんとしたやつ。あ、しかもこうわざと外に出てもそんなに塗られない感じだね。はあ、すごいね。よし、君は特別な子だ。こんな感じ。あ、しくったー。こんな感じで。いや、あえて顔描くのも。今日は満月だから。君の名前はルナ。ルナ。はあ。新しいキャラクターだったみたいだね。でも青色なんだね。あれ、これは全部塗らないといけない感じか。あ、すごい顔が出てきた出てきた。まあ目がつくと宿るっていうしね。最高傑作じゃない。一緒に遊ぶ。見て、あいつは。おっと。ナイスショット。やめろよ、危ねえな。何切れてんの？当たってないじゃん。しかも俺のじゃねえかよ。取りやがったな。借りただけだよ。何ぼーっとしてんだよ。よー、今日のお弁当は。はっ。おっと。最悪やな、この悪ガキども。何これ塗り絵してんの。返して。取ってみな、うちも見たい。返してってば。ダメ。ダッサ。あ、綺麗に塗ったやつが。よこせ。うわー、やめて。いやー、こういうやつ一人はいるよね。いや、腹立つわ。同じこういうクソガキは。ねえ、ケーブルカーに乗りたいってさ。いいね、東大のお化けと遊んできな。じゃあ、ビビんなよ。あっしゃ。さあ、クソガキどもが。いやー、言うの腹立つよね。まあ実はあの辺りも裏話が分かってくるらしいですけどね。まあいじめっ子が何人いたかな、5人ぐらいかな。あの 筆を面談ぶっ刺してやりたいぐらいの感じあるけど、いやー腹立つね、見てるとね。まあ綺麗だから結構感情移入はしにやすい気はするね、このゲームは。はい、こんばんは。まあでもこのゲームほんと綺麗だ。なんかゲーム紹介があった時にすごい、その時に出て注目のゲームになったみたいで、
ママの言う通り。よかったらしいですけどね。来ない方がいいかも。さあ移動。でもさっきまではここが絵を変えてたんだけど、キャラクターを動かす感じですね。なんか街追い出された感じかな、今の話し方だとね。さあ四角で開く。うわ、なんかすっごいことになってる。またあの変なやつだ。なんかハートレスっぽい感じがするね。絡んでるんだ。これじゃ動かない。やばい、キングダムハーツを。ちょっと待ってくださいね。オプションで字幕をね、ちょっとオフにしてたんだけど、オンにしますわ。もしかしたらちょっと声がね、こっちがオフだね。効果音、これぐらいだとバランス的に良さそう。あ、音声上げようか。これだと多分いいな気がする。あー、 4K ね、 PS4 対応してんだけどテレビがね。ああ、これでいこう。ねえ、まあ、まあ一応今回ね、あのいじめっ子たちとも関わるところがあるらしいんでね。え、どこ外。あ、これか。新聞を集めるとデンスカの歴史が分かるよと。あいつらのと違うのにな。不良たちの落書きで荒らされると。ああ、じゃあやっぱ汚くなったのはさっきの子供たちのせいなんだね。いやー、いいね、このぬるって動く感じは結構好きかも。で、思ったよりアクション要素がある感じかな。よし、取ろう。お、さっき書いたルナじゃん。風の仕業じゃないよね。さあ、塔の上まで。だったら誰の仕業？さあ、ジャンプ。あ、ね、アクションはね、パーツがジャンプだからね。あ、いいね、この文字の出方とかおしゃれだね。これいいわ。あ、登ることできるんだね。さっさとスケッチを集めてデンスカへ戻る方法を考えよう。もう入ってくださいと言わんばかりの。まあ最初いきなりお宝とかそういうのはないと思うんだけど。はあ、こっち後で出てくるところやね。だいたいこういうのやってると先に行ってしまうのよね。さあ、入ろう。いやー、廃墟だけどかなり綺麗だね。誰かいる？あ、すごいすごい。ちゃんとガラス踏んだ時の音もする。あのページ、まるで生きてるみたい。さあ、今日最後に描いた絵はルナだったかな？いやー、これ後でちょっと探したくなるなー。降りる。ちなみにこのゲームはホラーではないです。さっき言っとくとね。なんかちょっとホラーっぽい感じになってはいるが。誰かいる？お、取れたね。
あ、そっか、全部紙なくなったのか。何？おお、すげえ、めっちゃ綺麗。ルナ？想像してた声と違う。だいぶ違う声だ。全く一緒のこと言ってるね。まあ、書いたものが命が至るって感じかな、今回のね。さあ、合体して？あ、治ってる。一体どうやって？待って。すげー、色の演出めっちゃ綺麗だね。いや、これ結構見てて楽しいかも。結構、ま、この中もね、綺麗だしね。お、なんかあるね。めっちゃでかくなった。あ、頭に刺してたやつか。うわ、壁に入れるの？この筆をそこに向けろって。はい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 。あ、ここでそれを活かすのね。はいはい。筆動か、はい、動かしました。はい、こっちね。かわいいな。すごい。これもうちょっと練習したいな。ほんと360度にできる感じなんだ。え、僕が描くと明かりがつくの？え、マジで？明かりがついた。しかも音もかなり綺麗だね。で、バツでペイントをやめると。おお。待って、どこ行くの？すっげえな、あ、こっち。お、お。あー、すごい、全部つけていってるね。また僕のスケッチ。はあ、これで描けるものが増えていくって感じか。試しに描いてみよう。僕に描いてほしいの？チューリップ。チューリップ。チューリップ、これか。で、こういう感じか。いいよ。草の上を歩きたいんだね。はあ。すごいね。で、こういう風に一から描くのかなと思ってたけど、これだったらまだ絵が下手でもいけるな。うん、いいよ。さあ、あとはでもこれ結構配置のセンスは固まりたいってことだよね。問われるな。任せといて。そうそう、焚き火するなら星空の下だよね。星空とこれか。違うね。それはオーロラだね。あ、すごい音が鳴る。
おお、すごい、めっちゃ綺麗。ルナの弟子と。あ、こういう風に絵を描くんだったら。え、何君。PS4 でも触れればいい、大丈夫だね。そっか、旅の仲間ってことだね。なら君はポタリだ。絵の具だからポタリ。東大のお化けは怖いって噂だけど、君たち優しいんだね。すごい、ハートマークが出てる。え、これすごくね。適当にやったけどさ、めちゃくちゃ綺麗になるよね。これいいな、すげえな。こんな筆欲しいねこんな筆欲しいねって言っても手に入るもんじゃないんだろうけど。そう？うわ、これって安全なの？あ、すごい、いきなりアクション要素が。ん？あ、これは。これって僕が描いた絵？小さい頃街中に描いてたな。でもこれは覚えてないよ。なんでこんなとこに。うわっ、ねえ、何かやってるの？ポタリ、なんかだいぶいたずら好きな感じもするが。やってみよう。さあ、あるにおしなが怪物を描く。信じられない。あ、へえ、角生やせるのか。どれにしよっかな。まあ、時期的にこれかな。この筆すごすぎる。ほう、ちなみにこうやるとこんな感じで。夢じゃないよね。命を与えてみるか。エラクシャの絵とかけ離れた感じに。ああ、こんにちは。こんにちは。角が生え方がね。さあ、ルナのところ行こう。そう。ねえ、なんとかならない？ん？おお、すごい。燃やせるんだ。ありがとう。ああ、謎解き要素もあるわけね。いや、めっちゃあっち側行きたいんだけど。謎解き要素か。まあ、これぐらいでは謎解きほどではないね。さあ、着いた。さらに上に行くと。おー、すごいね、部屋がね。さあ、カーテンを開けると。ひどいな、紫の暗闇があんなに広がってるなんて。いや、色合い的になんかもうハートレースみたいな感じに見えてくるんだよね。ここまで来たら。そうか、僕の絵で明かりが灯ったんだ。灯台のここまで。じゃあ今みたいにどんどん絵を描いていって街を明るくするって感じなんだね。マップ的にどれくらいになるんだろうね。あの筆で絵を描けばデンスカの街が蘇る。
問題は町に戻れなきゃ何もできない。そうだね、落書きをしたのは不良の子たちっていう話だったからね。ルナ、どこ行ったの？いいな、こういうのおしゃれでいいよね。すごいな、めっちゃ綺麗やな。その屋上には何があるかな？この下に絵を描いて明かりをつけるんだな。さあ、明かりだったら違うね、そこは別に良かったんだね。基本的に明かりは、これかする感じだね。あ、後ろまでちゃんと塗ってある。お、上行ったね。ひょい。あ、でも塗れる場所が意外と決まってるね。このまま次の画面に進んで、スターダストと。怪物は闇を怖がってるみたいと。おこういうことではない。ここにもあの黒いのがある。それは通り抜けられないんだね。それを書いてほしいの。いいよ、これどう思う？オッケーらしい。何これ、筆にエネルギーくれてるの？スーパーペイントを発動しよう。ほい、すごいね。これスーパーペイントって呼ぼう。まんまやったね。ここの下がね、この上には描けないみたい。ああ、でゲージが上がると。で、あ、描けないか。あ、スーパーペイントにして、とりあえずこれで全部かな。消すってことか。ほらルナ、綺麗になったよ。面白いけど結構コントローラーグリグリするの大変だな。面白いけどね。へえ。いいアイテムはないか、こっちやね。さらに登っていく感じか。ねえ、名付けがね、スーパーペイントまんまやったからね。さあ、スイッチを押すとどうなるか。灯火を再び、あ、ここ灯台だったんだね。ゾーンが蘇ったと。何かしらシンボルを探して、今みたいにスーパーペイントで綺麗にしていくって感じか。ルナ、わかったよ。デンスカは取り戻せる。約束ね。背中の甲が一番気になるけどな。でもって書いたのがそのまま残ってるわけね。半端やな。半端やな。お、タイトル、アッシュと魔法の筆と。こっからが本番という感じかな。まあ、チュートリアル
だね。じゃあね、ルナ。行ってくる。ああ、フリーペイントモードが使えるようになった。どういうことだ。明かりページ。デザインはこれだね。怪物。のみ、うろこ。パーツ記録。はあ。まあ、地図だね、基本的に。あ、消えてる。さあ、漁港へ行きますか。L1 を押されて怪物を呼び寄せよう。結構、あれだね。LR ボタンを多用する感じだね。にゃーにしても綺麗だね。綺麗なゲームはいいよね。内容まとわっているんだけど。いや、いいわ。最初は魚市場に向かうってことだね。では、魚市場。アシカのセシル、最後に見たのっていつだっけ？ああ、そういえば最初にセシル、まあアシカ出てたね。さあ、日記を書いたよ。ああ、すごいすごいすごいと。怪物って最高っていう感じで日記があるんだ。ああ。勝手にそうなるのね。特にファストトラベルはないし。他のみんなが諦めたって僕は信じる。さあ、不良少年たちがまた暴れてる感じか。だいぶ器用だな。おお、命中。バカのカモメ。ほっときなよ。ああ、イラつかね。いいから、ほっときな。おい、その顔もっとブスにしてやろうか。お前の顔もブスにしてやろうかってなるけどね。東大のお化けね。さあ、なんかあの子たちはあの子たちでもなんかあるみたいね。ここにも明かりがある。こっから始めよう。ほんとだ。この明かりはついた。次はどこ。さあ、どの明かりをつけたかを地図で確認。スケッチブックを開こうと。はいはい。今、あ、違う。ここ開いたってことだね。してた方がいいよね。センスねえな。お前いいや。はいはい。まあでも綺麗になったね、これだけでね。ん、案内してくれるの？ああ、下にマークがあるのね。これか。これは書いた覚えがあるよ。やってみよう。どうしよっかな。どの子にしようかな。まあここから行こっか。いいじゃん。次は
あり。で、逆か。どうぞよろしく。逆か、下から上に下からか。はいはい。何か書いてって言ってたね。あの闇が嫌いなんだよね。ああ、電気つけてくれか。力を合わせて消そう。さあ、炎を用意してくれ。これでいいんだよね。これか。結構楽に関係る感じでね。ダメだ。スーパーペイントで。綺麗に描けたかどうかは。スーパーペイントがない。切れてしまった。で、何かをするといいわけか。あ、ありがとう。意外とこう簡単にこうするだけでもいい感じだね。あ、はいはい、上ね。いや、だいぶ適当やったな。城がこんなに綺麗だったことなかったかも。まあ、この辺り凝ってくるともう何書こうとかなってくるんだろうね。さあ、L1 を下げて怪物を呼ぶと。来い、スーパーペイント。なんか書いてくれって言ってたよね。遊ぶ。ほう、遊べるものが、遊べるものがないか。なんかあるみたい。あ、これは新聞。とっくに無人だったし。環境汚染ね。ボールボール。あ、あるね。めっちゃ普通にあった。あ、でいいの？オッケー。じゃあ今度は手伝ってくれるよね。どう手伝わせるかね。まあ、とりあえず塗っておいて。あ、濡れてことか。糸の汲み取りが大変だね。あれ、なんかある。あれ、来ないね。まあ、こっち来てくれ。あれ、来ないね。スーパーペイントが切れた。まだいけない感じか。ああ、そういうことか。上か。さあ、怪物読んで手伝ってもらおう。よし。うん。なかなか慣れないな、そうそう、これ。ああ、またあいつらだ。どこに逃げよう。屋根の上に登るとか。まあ、だいぶアグレッシブな感じだね。あのページ欲しいのに。やつらの気をそらそう。気をそらせる。おい、こっちだよ。お前の頭でその筆折ってやる。さあ、で隠れてろよ。行ってゲット、行こう。ゲッチュー、新しいもの。
さあ、ぐるっと。なんか、軽く鬼ごっこになりそうな感じだね。さあ、ここ行ってぐるって回って、ああでもまだ他にもあるんだね。意外とダッシュはないっていう感じか。はあ、隠れなきゃ。はい、ゲッチュ。これからこの黒いのを撃つぞ。さあ、コントローラーのバッテリーが切れそうと。ちょっと待ってね。よし、これで OK。 スーパーペイントがなくなった。これなんか意味が、ここは書けないな。スーパーペイントがいる意味あんのかな。そんなとこに。さあ、あ、隠してあるのね。これは登れる。スーパーペイントは多分書かないとダメっぽいな。さあ、次のゲッチュ。さあ、これもゲッチュ。さあ、これもゲッチュ。いいのか、こんな簡単に手に入って。これ何？これは？あ、明らかに違う位置だね。怪物呼びさせてイメチェンさせてあげよう。特にその怪物がないんだよね。上行くか。怪物がね、ここまで連れてこないといけないってことか。もっと集めないと。うん、だいぶ手に入った。明るく。デザインを合わせないとダメみたい。ああ、じゃあオーロラ。完璧。あれ、ダメみたい。ここではない。これは使えないみたい。ダメ。じゃあこうか。ぴったりだ。うん、合わせないといけないみたいだ。これでよし。意外と球威シビアになるのね。これな、あ、火か。そういうことか。そういうことだね。このデザインじゃないのかも。なるともう足りてない。もしかして決まったデザインじゃないとダメか。このデザインじゃないのかも。ここは火をつけ。いらんね。デザインを合わせないとダメみたい。ここにあるものに合わせるんだね。あれ、ダメみたい。うん、違う感じだね。うん、やっぱ足りないな。やばい、これ寄り道が。まるで落ちる。おー、すげえ。もう一枚。これなんか意味ありそう。いい絵になりそうじゃない。おー、来た。ではない。いや、俺もね、うんって感じなんだけど。
まあいいや、これはちょっと後にしよう。多分説明受けないと何ともわからない感じ。めっちゃキラキラじゃん。いやーこれちょっと待って、めっちゃ探索ばっかしてしまうな、この感じでいくと。とりあえず先行こう。なんだかんだ戻ってきたしね。はい、モカさん、こんちょこ。これね、捕まえた。さあ、キャラクターもゲッチ。これ何？さあさあ、こっから来てるからこっちだね、次。入れるわけではない。また邪魔しに来たよ。困った。おお、一応追っかけては来るんだね。ノロマには無理だろうな。とりあえず手に入れれるものは手に入れていきながらなんだけど、お、かけるじゃん。どれどれ、またあいつらだ。これ二つ目で、もう新しい角が、はいはいはい、デザイナー効果、書き方として。で、こうの、ああ、尻尾もあるんだ。これはなんか可愛くなったね。うん、卵を乗せたりするわけね。こういう感じか。まあいいや。さあ、命を宿して、遊ぶってどう遊ぶんだろうね。まあいいや、とりあえず、落書きはできないんだね。さあ、降りて、よし。どっか行ってくれないかな。ほんとね。さあ、このままいっか。よしよし、次行こう。こっち行って、ここは登れない。ここが。あとは、さあ、紙を追っかけて、取れた。さあ、絶景？絶景か。これにしよっかな。まずはこれ。違う、あまりにもそれは不細工すぎ。はあ、なんかちょっとご機嫌斜めな。いい。尻尾生やして。ああ、これは頭か。オッケー。まあ、命与えますかね。まあ、でも、どっちかっていうと、謎解き要素が強い感じだね。あ、てか、悪そう。悪そう。
ダメだよ。それじゃ遠すぎる。もっと近づけてみるね。何？桜の木？もちろん。桜の木？あ、これ桜の木だったんだ。あ、本当だ、桜の木だ。すげえ。で、スーパーペイントモードになるが、僕は仮に見逃したかな。あ、はいはい、そこね。意外と探すの大変。これで明かりは灯した。ダメだよ。それじゃ遠すぎる。もっと近づけてみるね。何を近づけるっていう話してんだ。これのこと？いまいちわかんなくなってきた。まあとりあえずちょっとスーパーベイン溜まってるんで。黒いけどもっとよどんでる。書けないね。あれは消せないかも。結構あれだな、書けないところ多いな。とりあえず全部明かりをっていうのは間違いなさそうだね。ダメだよ。それじゃ遠すぎる。もっと近づけてみるね。スーパーペイントためよう。あ、間違えた。間違えた。あ、こっちも OK みたいですね。とりあえず。おっと、切らしちゃった。筆の位置をリセットして。フォトモードもあるんだ。いや、こんな感じじゃフォトモードしても映えない。とりあえず塗って。あ、こっちもあるね。キャッチ。急にアクション要素が。これでいけるか。よし、いけた。この古い看板に何か書いてみよう。あ、これね。看板書くのいいんだけどさ、結構ぴったりだ。シビアよ。なんか変だな。違うみたいだな。絶対足りないと決まったデザインじゃないとダメか思うんだよな。違う気がするんだよな。あれあれ、いい感じ。これでよし。これは使えないみたい。やめよう。この奥だね。ほんで、ナイス。暗闇の巣開けそう。やっぱそれか。とりあえず消さないと始まらない感じだね。あとはそこが
残っていると。スーパーペイントもね、何が良くてたまるかが、あるからね、よくわかんないところでは。あ、ほいほい、ゲッチュ、ドラフォー、遊んであげるっていうか、近づくとたまる感じだね。どこだったっけ、この辺り。こっちじゃない。どこだ？暗闇を。あ、こっからか。いや。灯してるね。灯してはいるが。この辺りか。あれ、暗闇があった気がするんだけどな、この辺り。気のせいかは。またかよ。入った。ああ、筆がなくなるとっていうことなのね。闇を探しきらないとと思ったんだけどね。明かりが、多分ここだと思うんだけどな、明かりがね。だよね、これ灯したことになってないってことか。綺麗になった。ああ、こういうことか。なるほどね。全部塗らないとダメなんだ。そこ一体っていうか、どこか赤いところありますよーっていう合図なんだね。さあ、大キャンバスで描けるようになったと。お、闇が退いたね。それじゃあ魚市場に行ってでっかいやつを描こうっと。さあさあ、ヒントね、出たし行きますか。いや、これいいね。結構探索しながら飽きずにやれそうな気がする。んで、ドーン。あ、そのためにってことか。ハートマークが。違うよね。ねえ、こっち。で、なんとかしてあの車両をゲートに近づけなきゃ。車両をゲートに近づける。炎の怪物が。そっか、一人じゃ無理って。ポテンシャルありだね。イメチェンね。賭けにということは、
なんとかして、あの車両をゲートに近づけなきゃ。さあ、炎の怪物をかける場所があると。多分こっちだろうね。これか。ああ、じゃあ基本的に怪物を読んでっていう感じか。でもね、炎の怪物、あの今のでいいのかな？じゃあこれにしてみよう。あだいぶブサイクの。これで新しいのができてきた。収まってきたね。なんか女の子みたいになったね。まあこんな感じでやりますか。どうぞよろしく。ああ木を描いてくれと。うん、趣味いいね。一応ちゃんと指示出してくれたやつは光るんだね。太陽。何？遊ぼうって？遊ぼう。この遊ぼうがさ、これか。スター気分ってとこだね。いいね。カラオケ。カラオケって言っていいのかな、今の。さあ、行こう。さあ、来たね。あ、蝶を見せろ。ちょっと待って、お友達が欲しいんだね。わかった。あ、蝶めっちゃ綺麗だね。すげえ、動くんだ。もう一人いるって？オッケー。もう一人、もう助けてくれる？はいはい。そうそう、こっちこっち。さあ、ちょっと待って、お友達が欲しいんだね。わかった。あれ、もう二人いない？欲しい。ああ、オッケーオッケー。これぞチームワーク。とりあえず壁に引っ付ければ対応はできるってことなの。さあ、次のエリアっぽいね。桜の木生やすだけでも全然いいの。これ？よし、この港を最高に目立たせてやろうと。あ、そういうことね。キャンパスを。明日のセシルも見に来てくれるかもしれないね。よし、桜の木一本入ります。桜の木一本入ります。一本でいいかな。さあ、で、太陽がこれ書いて欲しかったやつ。これで草をさらに生やすと。桜が消えた。あと星を。なんちゅうむちゃくちゃやね。太陽のところに星があるってさ。ここら辺の方が良かったね。太陽の位置ね、これね。いやで、火を縁起悪いな、桜の近くで火燃やすって。あとは蝶を、こんなもんかな。
タンポポの綿毛と風って合うね。まあでもこんな感じでオッケーっぽいね。ちょっと違うのも生やしとくとね。どうせやるならさ、こうね、ちょっと変わった感じで遠近法利用してこんな感じでしたいよね。よし、これで完成。いや、右の太陽だけ気に食わんな。右の太陽だけが気に食わない。あ、ルナが来た。ルナ。こっちに来られるんだね、灯台から。動けないと思ってたよ。そうか、大キャンバスじゃないとダメなんだね。でもこれ変えた人によって変わるって考えると、それぞれの攻略動画は面白そうだね。あれ、すごい、君は電気を出せるんだね。どういう元気や。それじゃあ君はビリリだ、これからよろしくね。ですよね。名前もね、結構分かりやすい感じになってるのが ね。さあ、これでまたギミックっていうか溶けるものが増えていく感じか。ってことは炎の、さっき仲いいのが炎の子で、黄色が雷の子っていう感じで使い分けしていくところかな。もう早速やね。新しい日記と、これ今思えばセーブは？あるね。オートセーブ機能かと思った。どんなのができるかな。あ、見た目は一緒なんだね。あ、でも下のこの絵で属性が変わるって感じか。分かりやすく、雷だったらなんかこんな感じで似合うかも。こんな感じでね、尻尾をなんかコンセットっぽいのが欲しかったけど、こうしよう。次はこうかな。ありかも。いや、違う。こうかな。うん、これで、いや、これじゃない。こうでいこう。よし、命吹き込んで来たね、相棒。そうだったね、手はあるんだったね。日記はちょっと別で読もう。あれ、どこ行った。めっちゃあっち行くね。あ、書いた絵を、全く書いたところにそうやって、綺麗。こっちではないと。もうね、ここの子がまだ遊んであげてないんだよね。あれ、どこ行った。あ、そういうことね。ブワーク木を生やして、
で、この木がこれ？いい感じ。あ、はい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 。誰か、僕の怪物知らない？かくれんぼ。バッグにつける、なんかそんなの初めて聞いたぞ。まあいいか、なんかいろいろあるんだね。さあ、こっちこっち。さあ、これ開けたらにしようかな。ポチッとな。さあ、セール中入ったんでね、今回、まあ動画もちょっと撮ってるので、動画まず最初はここまでにしましょうかね。ということで、ここまで動画見てる方はありがとうございました。そうですね。また次回もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。